株式会社小電社は日本の総合出版社。一橋グループに属する。文芸新書、ノンノベル、ノンフィクション文庫、黄金文庫、小電社新書などの書籍のほか、小説誌、小説論を出版。雑誌部門では月刊女性漫画雑誌、フィール・ヤングを刊行。かつては女子中高生向けファッション雑誌、ジッパー。 大人になったジッパー読者を対象とした主婦向けライフ、ファッション雑誌、ニーニャ S などを出版していた。2011年5月に本社を移転した。1970年11月5日、阿佐ヶ谷にて創業。創業者は、小学館出身の佐々部義方、公文社出身の黒崎勇、伊賀博士三郎、桜井修君、藤岡俊夫ら5人。 ノンブックと呼ばれる新書サイズのシリーズでベストセラーを連発。1973年ノンノベルシリーズを刊行。新書ブームの一角を担った。1985年ノンポシェット文庫シリーズ刊行。2000年小電車黄金文庫を刊行。2005年小電車新書を刊行。1971年総刊の女性雑誌美匠は女性向けの性の記事に 初めて本格的に取り組んだことで知られる。1986年、ストリートファッションを扱うファッション誌の草分け、ブーンを創刊。1989年、フィール・ヤングを創刊、同志の単行本、レーベル、フィール・コミックスも刊行。1993年創刊のジッパーは女子中高生のファッション誌として支持された。2004年、体にいいことを創刊。 突起するものを除いて、うちは著者、ありがとうございます。